足が痛い。この木が有名なガジューマールっていう木ですね。ガジューマール。すごいね、これ。崖から見投げはありません。あれは映画です。はい、そしてこちらの洞窟、これが第三外科号って言って、第三外科号、実はハエバル陸軍病院っていうところから移動しましたら、こういう洞窟に分かれて入ったんですね。で、この第三外科号はなんと出入り口1箇所です。この中に100名以上の人が入っているときに敵襲を受けます。アメリカ兵が来まして、この号に人はいませんか、いるなら出てきなさい。ちゃんと日本語で声かけたそうです。その時出て行ったらみんな助かってたんですが、出ていっちゃいけませんね。ですからじっとしてたら、ここでなんと毒ガス攻撃です。毒ガス攻撃だったんですけどね、戦後27年間沖縄はアメリカ施政権下ですから、毒ガスは国際法に違反してます。ですから内緒でした。私たちは今だから言える。私たちの先輩たちは毒ガスって言わなかったそうです。機銃掃射、雨あられるんだと否決しましたなんてね。そういうのもだからね、悲鳴の方からなんでそんな嘘つくのって言って怒られました。ですからもうバスガイドに任せられない、バスガイドは嘘つきだって言ってですね、それでああいう資料館で真実を知ってほしいって言って資料館を建てるってことになって、映画や小説はもう嘘だって言ってですね、真実知ってほしいって言って資料館を建てるね。さて、姫入りの塔っていうのはこのひらがなですが、あ、じゃあまた他の方もいらっしゃいますから、お参りをして場所を見てみましょう。はい、ではですね、はしごが真っ白だったそうです。なぜだと思いますか？この答えを言ったら食事が喉通らなくなりますので、答えは後にしましょうね。出入り口1箇所あったそうですよ。そしてね、この号は実は海軍の時説明しましたが、ひめゆりが来る前、住民の避難号、住民がいっぱい入ってました。ということはひめゆりはやってます。ハワイの日系の方が2000を買ってくれたんです。だからこうした公園なんです。